さあ始まりました。料理の鉄人ではありますが、今宵はミシガン大学消費者信頼感指数の発表があり、市場は大いに盛り上がることでしょう。そうですね、まあ米国株もですが、お、今回はタッグマッチ戦ですか。道場六三郎氏と陳健一氏がタッグを組んだ60分一本勝負ということですかね。いや、これは非常に熱い戦いになりそうですね。福井さん、これはどうでも情報なんですけれども、最近陳健一氏と道場六三郎氏は海外 ETF にドハマりしているみたいですね。まあ、最近は海外 ETF はね、若者のみならず、やはり料理の鉄人といえどもそりゃ欲しくなるでしょう。そうこうしている間に食材の発表ですね。今回はこれはスズキですかね。スズキはね、あまり私も食したことがないので印象ないんですけれども、スズキはまあすごく淡白なお味でね、美味しい魚なんですけれども、少し気になったんですけれども、あの鉄人のお二方、陳健一さんと道場六三郎さんが若干心ここにあらず感はちょっと出てますね。なんといってもミシガン大学消費者信頼感指数の発表がそろそろ控えてますからね。今私の手元の時計では時刻が10時45分を回ったといったところでね、今ちょうどトレーディングビューが動き始めたといったところでございますね。まあ、11時になれば先ほどのミシガン大学消費者信頼感指数の発表もあるので、米国市場並びにこの鉄人同士の戦いも大いに盛り上がることでしょう。福井さん、先ほど鉄人同士の会話でミシガン大学消費者信頼感指数は気になるところだけれども、今日はタッグマッチ戦なのでその話は置いておいて集中して料理を作ろうねと誓い合ったそうですよ。てか試合前にそのミシガン大学消費者信頼感指数のワードが出てくる時点で集中、あ、なんかちょっと揉めていませんかね。やっぱ気になるんじゃないですか。それは少し心配ですね。料理の鉄人なので、ここはしっかりと料理に集中して勝っていただきたいといったところなんですけれども、あ、話がまとまったようでございます。よかったです。まあ揉めるのも鉄人であろうが仕方がないことですよ。なんせ10日発表だった CPI が予想を大きく下回ったわけですからね。巷ではインフレのピークアウトは過ぎたのではないかという予想も立っているぐらいですからね。さらに昨日発表だった PPI ですよね。7月の前月比 0.5% の低下ということで、コロナ禍初期以来のマイナスに転じました。そして本日ミシガン大学消費者信頼感指数ということで、これは冷静ではいられないですね。料理の方の話をさせていただきます。今回のフランスの巨匠ということで、ジョエル・ブリュアンさんということなんですけれども、フランスご出身ですね。フランスって一体株価どうなってんですかね。確かにおっしゃられる通りあまり聞かないですね。イメージないですよね。一応数値としては EU では鉱工業生産の前月比の発表があるみたいですよ。まあこの二人はあまり興味なさそうですけどもね。一方で鉄人サイドですけれども、道場六三郎氏少し手こずってる感が出てますね。本来であればこんな小さな鈴木ごときだったら秒殺なんですけれども、やはり三枚おろしに少し手こずってるようにも見えますね。やはりメンタルがかなり効いてますね。お、ちょっと走り始めた。どうですか、ちょっとスマホのチェックとかですかね。そこは鉄人でもトレーディングビューは気になるところですよ。なんせ開始直後が一番値動き激しいですからね。一方こちらは挑戦者サイド、やはり動きに余裕が見えますね。福井さん、こちらの情報によりますと、道場六三郎氏と陳健一氏はどうやら ETF ではソクルとテックルを持っているみたいですね。試合開始直前まで半導体の話をしていたということです。それは意外すぎますね。顔に似合わずかなり辛めの ETF を好まれる傾向ですね。半導体といえば最近あまり良くないニュースが続きますね。NVIDIA が5月7月の売上高の暫定値を下方修正したというニュースが飛び込んできました。コロナでパソコンの需要が急拡大した後、今落ち着きを取り戻しているといったところなんですけれども、やはり半導体市場はそういった傾向にありますね。10日の CPI 発表の時にはフィラデルフィア半導体指数が 4.6% 安数ということで、構成銘柄すべてが値下がりという現象が起きました。傾向としてソクルもナスダックと同じような推移をたどることが多いんですけれども、最近はそういったことでもないように思いますね。NVIDIA や AMD などの半導体メーカーによる期待外れの決算発表や業績見通しが相次いだことで、ナスダック100の指数の大きな重しになっているみたいですよ。我々ソクル民としては半導体に全幅の信頼を置いているんでね、頑張ってほしいところでございます。そうこうしている間に15分が経過ということで、ミシガン大学消費者信頼感指数が発表されました。まだ資料は私の手元にはないんですけれども、速報値が手に入り次第お送りさせていただきたいと思います。こう見てると一段と道場六三郎氏の動きが機敏になってきましたね。やはりミシガン大学消費者信頼感指数が発表となると、この2人の動きが気になるところではあるんですが、道場六三郎氏はいつも料理をする前にはお品書きを書いたりしてたんですけども、本日はその余裕すらないといったところなんでしょうか。道場六三郎氏と陳健一氏は別の意味で違ったフィールドでも戦っていますからね。そう見るとこの挑戦者陣営はめちゃくちゃ余裕を持っているように見えますね。パイ包みなんかしていますよ。まあ道場六三郎氏、陳健一氏の実力値、あれほどの達人ともなればちょうど
いハンデになるかもしれないですね。一方でこちらは陳建一氏ですね。わ、かなり辛そうな顔していますね。やはりトレーディングビューが気になって仕方がないようですね。今すぐスマホをチェックして難品買いを決め込みたい、そのように見て取れます。福井さん、陳建一氏はテックル、ソクル以外にも C ウェブにも力を入れているみたいですよ。 C ウェブというのは中国のインターネットインデックス株ブル2倍 ETF ということですよね。まあ確かに中華の巨匠ですので、まあぽいっちゃぽいですよね。少し安心しましたよ。おっしゃる通りですね。まあ私としてはやはり道場六三郎氏のソクルテックル株の方が意外すぎましたね。そうこうしている間に私の手元に米国ミシガン大学消費者信頼感指数の速報値が届きました。今回はですね 55.1 というということで、そうですね、今道場六三郎氏も笑みがこぼれてまいりましたね。おそらくカメラの映っていないどこかのタイミングで確認されたんでしょう。私の方でもナスダックおよびソクルのチャートを確認したんですけれども、軒並み上がっておりますね。今すぐ難品買いを決め込みたいところかとは思うんですけども、そこは我慢ですね。頑張ってください。今月は期待指数のすべての構成要素が改善しておりますね。長期的なインフレに対する不確実性はまあやや後退したとは思われるんですけれども、それにしてもインフレが生活水準を低下させると嘆く消費者の割合はまだまだ多いですからね。今回の CPI、PPI 並びに7月の輸入物価の低下を受けて FRB が利上げペースを緩めるとの期待が一段と高まっておりますけれども、まあとは言いましても7月のインフレ減速は最近の原油相場の下落によるところが多いですからね。まだまだ食品だとか車、あと住宅ですね、依然高い伸びを維持していますから。あと気になるのは ロシアのウクライナ侵攻を受けた穀物高騰だったり、あと先ほど議題にも上がりました通り半導体不足による自動車の生産停滞ですね。物価高の要因はもうまだまだ根強く残っておりますよ。おっしゃる通りです。 FRB はインフレ低下の確証はまだ得られていないということで大幅利上げを継続する構えというふうに言っております。上さん、先ほど道場六三郎氏はミシガン大学消費者信頼感指数を確認した後、陳建一氏にその事実数値をお知らせしたところ、陳建一氏はにんまりと笑顔になられたそうです。それが事実ということであればプロフェッショナルとしてそれはいけないことかと思いますけどね。とはいえそれを含めたとしてもこの無駄のない動きはさすがです。またスマホを見に行きましたね。これはいけません。一方フランス陣営はいかがですか。ブリュアン氏は先ほどからずっとタレ的なものをバシャバシャしてますね。フランス人は液体が好きなんですかね。やはりちょっと固形物の姿があまり見受けられないんですけれども、これこそやはりフランス料理としての真骨頂なんですかね。どうなんでしょう。私もフレンチは辛きしですからね。最後に食べたのは友人の結婚式だとかそんな感じだったと思います。そうこうしているうちにもう時間も残りわずかですね。福井さん、今回の CPI 並びに経済指標の結果から利上げ率が鈍化するのではないかといった噂が飛び交っておるんですけれども、それに対してミネアポリス連銀のカシュカリ総裁とシカゴ連銀のエバンス総裁からコメントいただいております。カシュカリ総裁は勝利を宣言するには程遠い、エバンス総裁は年内および来年利上げを行うというふうに申しております。まあ、利上げ幅は少し鈍化するかもしれないですけれども、まあ、今年いっぱいは継続するという見通しですもんね。9月の FOMC 予測では75ベーシスポイントが今まで優勢ではあったんですけれども、 CPI 発表後から50ベーシスポイントの方が濃厚ではないかという考えが出てきておりますね。あくまで7月単発で CPI がいい結果が出たというだけの話ですのでね、今後8月9月がこのまま鈍化していけばいいんですけれども、8月でねまた数値が逆戻りになってしまうと、それこそ世紀の空売りマイケル・バーリー氏も Google の親会社のアルファベットメタなどを含んだ米国株の11銘柄を買い待ち対象から外したという話ですからね。福井さん、そのバーリーなんですけれども、 Apple のプットオプションを全て売却したという情報が入ってまいりました。前回の5月に公開した1月3月の報告書では3月末にプットオプションを20万6000株持っていたんですけれども、それが4月6月の保有はゼロだったという情報です。マイケル・バーリーのプットオプションってかなりの割合占めてたと思うんですけども、これどういうことなんですかね。彼の行動はちょっと読めないところがありますからね。まあとはいえベアマーケットには変わりないというスタンスではあるとは思うんですけれども、そうこうしているうちにお料理の方が完成に近づいてきてますね。そうみたいですね。今回のテーマが魚ということなんですけども、タラですね。失礼いたしました。タラ料理ということなんですが、今回やはり鉄人2人すごかったですね。ミシガン大学消費者信頼感指数の発表日ということで一時はどうなるかと思ったんですけれども、しっかりと完成に近づいてまいります。時間通りしっかりと完成に近づいてまいりますね。残りもあと10分足らずということでございます。ソクルとテックルのチャートを今見てるんですけれども、テックルはまあそこまでなんですけれども、ソクルはかなりの上昇スタートになってますね。もうすでに 3% 上がってますね。その事
実を今この鉄人2人にお知らせしたいところですね。あ、今少し笑みがこぼれてきましたね。ただいま道場六三郎氏から笑みがこぼれてしまいましたね。これさてはもう買われてますね。さすが料理の鉄人ですよね。これほどすごい料理を作りながらもしっかりと買い増し決め込んでんですから、ゾクゾクと美味しそうな料理が並んできました。福井さん、先ほど陳健一氏と道場六三郎氏の会話の中で陳健一氏がありがとう間に合ったといったやり取りがあったそうです。いやもう確信犯ですわこいつら。こんな真剣に料理を作っているような顔をしてカメラが映っていないところで買い増し決め込んでるんですもん。やってられないですよ。まあまあそうは言わずに美味しそうなカレーですよ。カレーにタラって合うんですかね。私はちょっと味見してみたいんですけれども、残り時間あと3分程度といったところでしょうか。ここで陳健一氏足取りが非常に軽いですね。いやもうそりゃそうでしょうよ。彼らもう買うもん買ったわけですからね。もう迷いはないですよ。あと突き進むのみですよ。それにしても陳健一氏かなり機敏に動いていますね。ゴングが鳴った当初はずっと野菜炒めの油通ししかしてなかったんですけどもね、ここに聞いてこの動きはすごい。今回は和食と中華料理の融合と言うべきでしょうか。どういった味付けになっているんでしょうか。気になります。フランス陣営はこの後に及んでインド料理のカレーを出してきましたからね。ここで試合終了となりました。早速2人にご意見伺いましょう。いや大変でしたよ今日は。だってね、あのほら ミシュランの大学のね、ほら大学なんじゃ、六三郎ちゃんがミシガン大学の消費者信頼感指数だとかって言うから、あの最初ちょっとあの浮き足立っちゃったんですよね。 CPI が発表されたでしょ。だからほらあの気になっちゃうんですよね、やっぱり。あのさっきから何をお話しされてるのかさっぱり。いつものサブちゃんよこれが。